Think Tech Hawaii. Civil engagement lives here. Hi, my name is Russell Homa. I'm your host today for the Hawaii Nikkei Now Show. And I have a special guest today, uh, our former governor, George Ariyoshi. And he's been a three, three term governor from 1974 to 1986. As you know, uh, Governor George Ariyoshi was very instrumental.

有吉さんはあの1974年から1986年あの12年間以上あのハワイ州政府で知事をやって,やりますやっておりましたその前にはあの1944年にはあのマッケンリーハイスクール高校卒業その後第二次戦争がありましたからその後と MIS っていうメルタリー・インテリジェント・サービスで あの通訳、インタープレターをあの日本であのマッカーサー元帥の時ですけども第二次戦争で終わったときそのとき通訳であのやってました、日本で。それ後であとで日本にからあの引き上げてあのアメリカに戻ってきてあのハワイ大学行ってそれでメシカン大学の放課をだっててあの弁護士になりました。 1954年にあの連邦アメリカ連邦地区の,あの衆議院をしてそれ58年にはアメリカ連邦地区の,あの上議員ステートセネター,セネターですね1959年にアメリカの,あのハワイら合衆国になった時に アメリカ州の上議員になって1970年は副知事、ルテネットガワナをハワイであのジョン・ブーンズの下でルテネットガワナをやっておりました1974年になってからあの選挙に出て当選してあのハワイ州知事の初めての日系人のガワナになってアメリカあの連邦政府の中の州で。 それで、いろいろ活躍しながらやってきました。それ、有吉さんはあの結婚して、結婚した人は、ジーン林、有吉で、それ、三人の子供に恵まれてあの育ちまして、その中で、彼の長男の息子ら、老女っていうんですね、それ彼。なんで老女っていう名前をつけたの？やっぱり、お父さんも老女だったんですよ。日本からあの移民できた時。だから、ちょうど有吉さんに、今日はあの。 お父さんとお母さんのお話をちょっと聞かせてもらって、やっぱりなんといえば、今年百150年記念の元年ものの記念ですからね、初めて日本からあの日,系の日本人が来て、ハワイに移民で、だからそれでやっぱり有吉さんにいろいろそのことから、どうやってあの初めての日系人の知事になったか、それを詳しく話を今日は聞きたいと思ってます。有吉さんようこそあのハワイ日系ハワイのショーに やっぱりお父さんとお母さんだやっぱしの影響だ結構あったんですかあのハワイでやっぱしこういう育ちであの、ね、政治に入って知事になるという私のパパとママはね1919年にハワイに来ました、ね、パパはあのその時来た時はあ一緒でなかったのねまだあ会っていなかった。 パパは船船乗乗りりでした船乗り。ハワイにちょっとその日本の船があって水やあ食べ物を集めていろいろにその時あ10人ぐらいハワイみんな出てから見たんですねでも10人ぐらい戻らなかったのだからハワイにそれからずっとあって私そういうことは知らなかったのその時は法律違反でしたのね だから私が弁護士になる前、1951年に帰ってる時、パパが初めてその話をしてた私はびっくりして、お父さん、でも戦闘の時連れに来られると思わなかった、でもう連れに来ると思ってから、格好してた。でも何もなかったの、ずっとハワイに寄られて、ハワイに行くの時から、ハワイに行く時から、あ、サンバシュの仕事もちょっとやりました。その時は、 桟橋ちょっとと危ないところでしたみんなたくさん悪い人が集まってね他の通りのことをやって、うん、他の人からお金とってもパパからは絶対取れなかったの、うん、取るよって言ったら、うん、やってみてきてもお父さんは強かったからもうどんどん、うん、海て投げてしまってね、うん、だからハワイに行けるそれだけ素人の写真もやって。 パパのシアル相撲の名前はねともうこうやっててなんかあの過去にあの有吉さんの子供の写真見てなんかあの相撲取りの儀式の鉢巻きみたいなのねしてましたから、ね、なんかお父さんでやっぱりそれだけ相撲に決心でね<う>だからよく考えたらあの土俵なんかもやっぱし救ったのなんか有吉さんのお父さんだ初めてハワイで土俵を。 あの作るような形で相撲業界を始めたって聞いてますけども、それがなかったら、やっぱりハワイの今のジェシー高見山、横綱の小錦、あけぼのなんかもね、久島、はい、なんかも、そういう育ちなんか、ハワイで儀式になって相撲できなかったですよ、はい、やっぱり有吉さんのお父さんでやっぱりその相撲をね、<laughs> <う>あのハワイで育てたから、それだけ伸びたんじゃないですかねね土俵は、ね、相撲をやっていたからね。 本本当のの日本と同じようで、ね、貸しえたのは私があ弁護士になって帰ってからその時パパが私入ってみにてめたのは「お土曜がなかったら本当の土曜がなかったら稽古もできないから私たちはこっこし合いましょう」って私に言ったのねだから私一緒になってノアの街のところお寺がありますそこに行ってお土地を少し貸し土曜こし合い行くように。 をやってくれたいって言ってくれてだから私とパパは全部あのマテリアルを集めて、うん、よをこしらえて本当の当たり前日本のような状況を しましまたうんすごいですね、やっぱりハワイで、そういうあの当時でね、もう終戦当時のあとの前ですからね、まあ、それで土俵を作ったり、あの相撲のね、日本の文化をね、ハワイでやるっていうのことは、素晴らしいことですよ、はい、やっぱりそれだけ有吉さんのお父さんでそれだけ貢献しながらね、相撲をハワイで育てて、それだけやって,いって、やっぱり有吉さんも相撲取りになったかもしれないですね、<laughs> <laughs> それだけ、まあ、政治家になる、ね、うん、知事になるより。 そ,うそれによってパパはいつも私に話してたのね何事やってもナンバーワン一番になってよ何事やっても当たり前に本当のことをやるように曲がったことをやらないでね思った通りう思う通りこ事をよくやるようにいつも私に話してたのねそして私が戦争が始まった時私はハイスクールメケンハイスクールの1年生でした。 その時軍部が全部ハワイの政府駄目になったの軍部が全部やるようになって一つはみんな 6, 6時まで牛に帰っていかなければ外に出ることができなかったのだから私は高等学校1年生2年生3年の時3年間夜外に出たことがなかったの。 毎晩うちにおってお父さんとお母さんと兄弟と一緒にあいろんなことを遊んでり話したりだからそれでその時私本当にお父さんとお母さんの日本の文化の気持ちがよく分かったのにだからパパがいつも何事やってもやめないよ頑張って頑張って最後まで頑張るように当たり前にるように自分だけはできないから他の人も一緒にいや 一緒にやるようにするんだからあまり威張らないで私はこういうことやったと言わないでね、うん、みんな一緒にやっておかげさまでこういうことができたということね。ね、うんうん、私パパにいつも通ってただからおかげさまという言葉一緒にやるようなことをパパからやろうってね、うん、いつももう3年間がハイスクールの時そればっかりいつも話してたね一生懸命やって自分だけはやなくて。 できるだけ手伝ってもらう他の人も一緒にやるうようなことしてあんまりホラーが来ないで私がやった私がやってと言ないでみんな一緒でやったからこういうことできたということそうすごいですねやっぱりそれだけお父さんの影響だってやっぱり有吉さんも腰が低くねやっぱしみんなと一緒に堂々ね差別がないようにねあのみんなでフェアにねそうやって。 やっぱりそれだけお父さんの影響だったからそれだけ有吉さんの素晴らしい政治家になってねハワイ州の知事でやっぱ今でも現役でいろいろ日米関係でも日本とアメとアジアの間でもあの交流しながらやってますからねだすごいことで素晴らしいですよ、それは。我々から見たらやっぱり僕も日系3世、4世ですけどもまあそういう時代で。 あのやっぱり2世の人たちだそれだけ人差別されながらハワイの政治経済を変えていったっていう政治改革ですね。過去に見たらサトウ経リからパイナップルバッタケラ、ね、ビッグファイブのアメリカのやっぱ白人の会社の企業だ。 あのコントロールしてましたからね、うん、そうやって、キャスリン・クック、<う>アンファクト、シー・ブルワー、ティオ・デイビーズなんかね、はい、そういうのがいろいろありましたからね。だから私、弁護士になって帰ってからね、弁護士の仕事をスタートして、とても楽しかったの。8年生の時から私、弁護士になりたいという気持ちがあったから、ね、弁護士になって帰ってから、一生懸命やっている、面白く仕事やっているのに。 その時バンその時バンスはね、うん、ジャン・ベルンスと知事になったけどあと知事になったがね知事彼はその時民衆党のあーリードでした、うん、で彼が私に話してね「おーあなたはディスクリミネーションどういう差別のことがあったか私はあプランテーション里帰りとパイナップルの仕事やっていなかったからパパはね 町にあったからそういうことはなかったっけ。だからみんな一緒に学校に行って仲良くやって面白くやっていったからそういう差別のことなかったとっ言ったらいや今学校から帰ってから勉強しになってからどういうことってあもう思いますか。それの時私ってなんてねおやっぱりこのハワイはビッグファイブという会社が握っているからあるところまでは普通のハワイの人だけ聞かれるが。 のの上でではどうしても何かかか関係ななっったらできなかったらきね。だから彼が私に「じゃあ政治家に選挙に出るように」その時言った時私に「33日しかなかったの」「だ私政治家の方があまりよく知らないから選挙のこと何も分かんないからってでもどうしても彼が今年は選挙に出れて,て。 向こうの方では第二ノーウェルとスパック・マツナガとラスト・コーナーがみんな出るからこちらの方をフェスディフィッシあなたが出てから当選するように一生懸命やりなさいって言ったのねだから私従わないかなと思ってもうハワイはそういうところだから約束そういうことをやるべきなことがあるから私 じゃあ政治家に歩ってから初めてなったんですよね、うん、そうですねやっぱり歴史見てみたら過去にもね有吉さん59年ジョン・バーンズ元ね知事のね民主党の初めての知事ですからその影響でやっぱり彼の心得らってあの政治家になってやっぱりそれだけすごいと思いますよ、うん、それだけ あのハワイを変えていったっていう、やっぱりその時はもう戦争です戦ですよ、もう、じゃあ, <laughs>、まあ、今度はもうちょっとブレーキあのしますけど、インターメーション、まあ、インターメーションの後、はい、今度あの、安倍晋三のお父さん、安倍晋太郎、元通産代表の,あの議員の,あの,あの大臣してた時やっぱりその時バブルの前で、あのやっぱり有吉さんであの、安倍晋太郎の。 のね安倍晋三のお父さんと仲良く交流しながらそれでハワイだそれだけ日本の投資が入って経済が発展しててっていうそのお話を聞かせてもらいたいんですけど、はい、Now I o u l d like to take a break an internet an、uh, intermission and、uh, after the break I would like to ask the Governor、uh, George Arias about the relationship he had with the Prime Minister from Japan Shinzo s、uh, father Abe. Uh, Shintaro, who used to be a Minister of uh, MITI, Minister of International Trade and Administration, a minister in the National Diet, and his relationship was uh, had a significant role of bringing Hawaii with the US Japan relationship.. <laughs> 各週月曜日の2時からお届けしています。日本語コミュニティ、ハワイの日本語コミュニティに便利なお助け情報、ニュースなどをゲストをお招きしてお届けする番組です。こんにちは、ハワイ。各週の月曜日、2時からぜひ皆さん見てください。ポストの国瀬ゆかりでした。アロハ。アロハ、アン・リチャー・コンセプション、The Host of Hispanic Hawaii。 you can watch my show every other tuesday at 2 p.m we will bring you entertainment educational and also we tell you what is happening right here within our community yeah. think tech hawaii aloha mm -hmm. yes uh, we are back now at uh, hawaii nikkei now show and my special guest today with governor george ariyoshi あはいまあ今日はあのまたハワイ日経など戻りましたけれども、あのー、今日のスペシャルゲスト、ジョージア・レヨシ氏ですけれども、まあ、これからあの、心、あ、臓、のー、安倍のお父さんですね、安倍晋太郎と昔、もう30年以上の交流姿、いい友達で、よく心臓、あのー、安倍さんのお父さん、 慎太郎さんんよよくハワイに来てたらしいんですよその時のいろいろどういうことを作戦会議なんかしたり話をしてたりやっぱりそうやってあの日本の投資がすごく増えましたからね1970年80年90年の間はねバブルの前ですからまあそれの時有吉さんだやっぱり橋渡しでいろいろ日本とハワイとアメリカの間を。 活躍してましたから、まあ有吉さんにちょっと慎太郎の安倍慎太郎の,あのお父さんの話をちょっと聞かせてもらいましょう <laughs> 私は日本の総理他の人たくさんしててかねでも安倍慎太郎が特別にハワイにいつも来て私といろんなことを話してくださいました私はとてもラッキーでしたそそれ 私は安倍晋太郎さんが病気になってあまり人に会われないような時でも私東京に行ったらいつも私に会ってくれるのねそして私その時竹下総理に話しました竹下さんが安倍さんを総理にならして彼が私に言ったら「おでも病気だから駄めよい」とね「うん、でもね 病気になっていてもダメってけないのね。彼と思ったら病気になってから残念なの安倍総理にだけないの。だから総理にならして一生懸命やらしてもわずかな時間でももうなく一生懸命やって亡くなってもダメになってもそれができたらとても私は嬉しいと竹下総理に話したことがあります。And, uh, 安倍さんは ハワイに来て私はこちらでゴールフやったり日本に行ってゴルフやったりいろいろなことを話してそして PETA というはいパセフェックインターナショナルスペースエクスプローションシステム宇宙計画ですねはい、はい、今 NASA と日本の JAXA だ、はい、いろいろやってますけども、はい、ハワイはねあ大西にあるたくさん小さな国がありますだからできるだけそういう国を助けてあげていろいろなことをやるように 考えていたのねだから私は新ト郎安部と話して「おおこのことをやりたい」ってねいつも彼が私に、ね「おおでは日本もやりたいから日本の方から少しお金出すよ」ってねだから新ト郎安部がそれをやってくれて日本の方私が彼に彼が私にお電話したの「おおゲ言と話してから大統領レイゲ言と、うん、その時に竹下総理と話して。 中さんと話、はい、レーゲンと話ししてて、ね、ブルののの前をすで初めてレーゲンがこの話をした時その時中野さんが「すっかりやりたいよ」って毎年日本から1ミリオンドルだつかれてお言った通り56年その後 私が知事終わった後も彼が日本からお金を出し,出してくれたのねうん、うん、とてもそれも安倍さんの力で安倍さんが話して安倍さんが初めて中津さんのと話してこれがやれるようになったんですよだから私はそういう親しい、うん、やっぱりそういう付き合いらやっぱしね有吉さんだそういう人材でねやっぱり、はい、そういう付き合いの仕方がうまいですからまあそれで。 それだけ日本とアメリカとハワイの間でもね、はい、育ちながら、はい、そういう日本の投資が増えたんですねだから先祖さんが総理,総理になった時私、ま、すごくうれしかったのはお父さんももう亡くなってるがお父さんもとてもうんそうですねやっぱしそういうね付き合いでやっぱし ね、やっぱり日本から来たそういうニュアンスで見たらね、やっぱり日本人の感覚で外国来てハワイでね、こういうことで日系の人と交流しながらね、はい、付き合っていくというやっぱり、はい、結構メリットあると思いますよ、はい、日本人のニュアンスから言っても、ね、お父さんとそのおじいさん、岸さん、もう私付き合っていたのは、岸さんが一番最後のゴールフハワイで一緒にやりました、彼の米中のパーティーがありましたとき、時は5000人ぐらい集まってね、その時私に。 ちょっとお話ししてくれた,と言ったのねえそういう気持ちで行ったんですがね行ったらみんな話す人たちが国の大統領なんかばっかりねだから私ちょっと気になったね満州、うん、大,大使に私行ったんですよ満州、うん、が私に「今話す人たちは国の大統領で来てるんだからあなたを話すのは友達。 友人として払ったからしっかりやりやさいと勧めたのねなるほどよかったですその方がもうちょっと困りきくしね <laughs> あの理解する方もね、えー、やっぱりそういう面ではいいんじゃないですかね、えー、もう個人的でねだから今ね <laughs> 安倍総理がしっかりやっての私もとても嬉しいのうんそうですやっぱりお父さんを知っせてるやっぱり安倍晋三さんもやっぱり 彼も安倍晋太郎は中山省の大臣ですからね、外国でという取引なくね、ビジネスでもね、貿易でも、ね、輸出による、それ、安倍晋三の今の勝利でも、やっぱり、うん、お父さんの晋太郎の背中見ながら育ってますからね、ねだからそういう面では外務関係から通産関係なんか、うまいんじゃないですかね総理という勝利 <laughs> 総理とは昔の日本じゃないの、新しい日本ね、メカワタ大表来た時その時彼は。 日本が早く立ち上がってよくなってアメリカ手をつないで一生懸命にやればただアメリカと日本だけよねん周りの国のアジアの国の人たちのためにもとてもいいからだよてねだから前川とかそういうこと言って思った通り日本が良くなって新しい国になって憲法も新しい憲法があって、ね、守っていくようになってから。 今の新造さんはそういう国の民主主義の国のリーダーなんていうか私はそのテンポがとても嬉しいのうれ、ん、しいのね、うん、分かってますからね過去にねどういうことが起こったかねそ,<う>それで、うん、あのそれを目に見てねどういう形やっぱり僕のやっぱりレーガン大統領と あの中曽根総理の時代だ、バブルの前ですから、ね、その時が一番、<う>アメリカと日本のアジアの, <laughs> <う>あの間で、取引でね、貿易でも60%の世界の輸出の輸入だ、日本とアメリカの間だったんですね、すバブルの前は。だからそういう面では、今でも、有吉さん、僕、覚えてますよ、あの前、ちょうどバブルの後日本の景気が落ちていった時その時有吉さんでみんなに言ってました、絶対まだまた日本は立ち上がって、また伸びるから そ,だからそれだけ日本と交流しながら付き合っていったほう絶対間違いないと今見てみたら今そう、そうですよ1990年バブルの後20年後また日本の景気よくなってきてますからねまだそのまんま交流しながらよくなってますよそして今ねアメリカの大統領がトランプに大統領時々あんまり面白いこと言わないどう私たちは思うのはね彼は アメリカの大統領だから私ともっていかないがね全部同じように考え考えてもいいのねだから私は日本とトランプと同じ話し合ってアメリカと日本が仲良くやっていくのがとても大事だからそれをやって日本は全部同じこと考えなくてもいいのね、うん、日本は正しい道を立って一緒にやって 他のアジアの国を助けてあげるようにやれば、とても世界の住みはとてもいいと思う私は思ってます、うん、そうですね、まあやっぱし、そういう面ではやっぱし日本もそれだけ月謝高い月謝払ってそういうい過去に、ね、いろいろ失敗しながら伸びた国ですからねあのそれであの経済援助でも ODA から NGO でもね今、日本の国自体で経済援助してますからね、あのアメリカと一緒に。 だからそういう面でもあまあ日本で前 G7 入った時国アジアの国で一人だけなんですよ、あのー、アジアのリーダーで G7 のその時 G7 のリーダーシップの時でやっぱり日本だリーダーシップを取ってアジアの国を引っ張っていけばいいっていう時でしたからねパ、うん、リオ・ソんで知事の時はそれで日本自体で、はい、今中国らいろいろ入ろうとしてますけどもねそういう面ではあと韓国ともね<う>やっていかないと。 だからいい、いいことですよ、まあ、僕とすればやっぱり有吉さんみたいな人たちだ、やっぱ昔の2世の人たちがこれだけ頑張って、われわれ3世、4世、今だったら7世、8代。 せいぐらいなってますからね。<laughs> まあそういう人たちがみんな感謝の気持ちですよ。もうアリさんも僕たちから見たらもう神様ですよ。殿様ですよ。もうハワイではもうそれだけ現役でまだ頑張っていろいろやってもらいたいしね。えー、まあこれから私もね92歳になってでも毎日オフィスにいて自分で自動車運転してきます。もうまだ運転してるんですか。す,すごいですね。はい、まあだからできるだけいろいろなことやって。 オフィスに行くのは金持ちにやってるんのじゃないのオフィスでいろいろなこと考えてお話ししたりするじゃん、うん、これが私にもそうですかやっぱしねやっぱし元気で92歳でまだあの放課とやっぱしいろいろビジネスからね日本とハワイの橋渡しで<ー>その上に国際貢献で、ね、ボランティアしてますからね。す<ー>すごいでね私この5週間 5週間のうちに日本から2、3日帰りましたその5週間のうちに日本に3回行ったんですよおおすごいですね東京に行って帰ってからまたそれから福岡に行って帰ってそれから仙台に行って帰りました5週間に行ってましたそれだけ必要なんで必要ですからね大事ですから有吉さんこれだけ現役でやってるっていうのはやっぱりし。<laughs> はい わ々から見てもそれだけやってくれてってひがみにあの、もうね、いいことなんですよ、我々としたらやっぱり <laughs>、有吉さんが元気で長生きしてたからね、やっぱり我々もそれだけあの有吉さん見てあのやってきてますからね、まあ、そういう面では。でもまた、今日はなんか時間でいっぱいで、またぜひあの、いろいろお話、また聞かせてください。ありがとうがとうございます今日はなんかもう <laughs> こんなね、スタジオに来てもらいましてまたあの元気でいろいろ日本とハワイとアメリカの間で橋渡しやってくれてああ。